ウォルマートは50年連続で増配中。しかし、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はウォルマート株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は下がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ウォルマートなんですけれども、創業者は誰かと言った時にですね、はい、小売王サム・ウォルトンということですね。はい、そして、現在のウォルマートの株式もですね、47% 強をウォルトン家が保有しているということです。はい、なので、3人がですね、世界的大富豪に名前を連ねているということで、はい、19位ジム・ウォルトンですね、資産 7.76 兆円、20位がロブ・ウォルトンということで資産が 7.6 兆円で、21位がアリス・ウォルトンということで資産が 7.48 兆円ということで、この3人でですね、22.8 兆円の資産を持っているということです。はい、でそのですね、ウォルマートはですね、現在ですね、世界時価総額ランキングで13位の企業ということです。はい、時価総額 65.3 兆円ということですね。6位以下っていう形で見ていった時に、6位が NVIDIA、 7位がテスラ、8位がメタ、9位がバークシャーハサウェイですね。10位が製薬会社のイーライリリーですね。で11位が石油のエクソンモービルで、12位がですね、医療保険医療サービスのユナイテッドヘルスですね。で今回やってるのが13位ということで、ウォルマート小売ということです。はい、でそしてですね、民間の小売会社としてはですね、はい、ウォルマートは世界最大企業ということです。はい、売上高で見た時に1年間の売上高が83兆円ということです。はい、ただ利益率はですね、世界最大企業ではあるんですけれども 1.9% ということで、非常に低いですね。はい、だから当期純利益は 1.5 兆円にとどまっているということです。はい、以下もですね、参考を含めて見ていきたいと思います。はい、で2位は、2位というかですね、サウジアラムコを載せてるんですけど、サウジアラムコが売上が82兆円ということですね。ただ、この82兆円っていうのは昨年のですね、石油価格の高騰ということで、超絶決算で売上82兆円ということなので、実際はですね、それ以外の昨年以外の年でいくと、こんなには売上げてないということです。だから、いかにウォルマートの売上高が大きいかということですね。はい、でアマゾンが70兆円ですね。で、小売2位のコストコが30兆で、3位のホームデポが21兆円ですね。あと、参考で日本企業2社載せてるんですけど、セブン&アイホールディングスですね。イトーヨーカドーがウォルマートにかなり近いスーパーということになりますが、セブン&アイホールディングス全体で売上が12兆ですね。はい、でイオンですね、イオンとかダイエーっていうのはウォルマートに非常に近い業態ということになりますが、イオングループ全体で売上高9兆ということなので、ウォルマートはですね、本当に売上高という規模で見たときに、はい、世界1位という企業です。はい、ただですね、はい、利益の頂点に関しては約4年前の20年度という数字になっています。はい、またですね、自社株買いをやってるということもあって、利益剰余金の方も増えてないということで、額で言った時に、ドル建ての額で言った時に8年前が一番数字としては大きかったということです。はい、それから毎年毎年利益を出していたとしても配当で返す部分と、あと自社株買いをしている部分ということで、結局会社全体としてのですね、利益剰余金っていうのも、この8年間ははっきり言って数字としては伸びてない、増えてないということです。はい、ちなみにですね、ウォルマートはですね、はい、50年連続で増配をしているという企業ですね。はい、しかしですね、利回りは決して高くはないと
ということです。はい。で、まあ予想配当利回りということで 1.45% ということなんですけれども、はい。まあもしですね、まあ株価のですね、上昇がなくてですね、株の売却益っていうのがなかった場合はですね、配当だけで回収しようというふうに考えると、もう非常に単純計算で69年くらいかかるということですよね。だからまあやっぱ株価上昇があって、まあ売却益っていうのを得ていくっていうのが、まあやっぱり必要ということです。まあ50年配当金を増やし続けてはいるんですけれども、とはいえ配当金だけで実際元を取るっていうのは、まあ相当難しい企業ということですね。まあ参考までに日本企業の平均っていうのはですね、まあ日本株の平均は利回りが 2.3% ということです。はい。なおですね、まあ今後に関してはということで、まあウォールマートですね、まあ今後の業績、利益成長っていうのを考えたときに、はい、まあ2つですね、まあ大きな懸念っていうのがありますということです。はい。1つはですね、まあウォールマートはですね、まあ世界企業ではあるんですよね。だからアメリカだけじゃなくて、まあカナダとか中米、南米とかですね、もしくは中国とか、まあそういったところに展開していたりするんですけれども、まあやっぱり強いのはあくまでも米国ということです。はい。逆にですね、まあ日本、韓国、ドイツという、まあいわゆるですね、こう、まあ消費者の、まあ要求水準、まあ商品の品質だとか、サービスの品質だとか、まあそういう、こう、要求水準が高い、まあ日本、韓国、ドイツに関してはですね、まあ撤退しているということです。はい。例えば日本ということであればですね、まあ声優とですね、組んで、まあ進出してきたりとか、いうことがあったんですけど、今はもう声優株は全株売っているので、まあ事実上完全撤退しているということですね。あと、じゃあ、まあ、米国は強いということなんですけれども、はい、米国の、まあ、小売りということになると、まあ、非常に、まあ、難しい問題っていうのがあるということで、それ何かっていうと、まあ、銃と麻薬ですね。はい、この二つっていうのが、まあ、米国特有の難しさとして、まあ、ウォルマートはずっと抱え続けているということです。はい。まあ、日本の感覚だとですね、まあ、銃っていうのは銃刀法違反ということで、まあ、基本的に保持っていうのがですね、まあ、禁止されているので、まあ、はっきり言ってそんなに問題になることってないんですけれども、アメリカの場合はですね、銃は基本的に持てるんですよね、法律的に。はい。なので、まあ、ウォルマートはですね、まあ、結局、まあ創業者のサム・ウォルトンが、まあ、銃保有者だったということもあって、まあ、会社としてずっと銃を売り続けていた、まあ、そういう小売店、まあ、そういうスーパーだったんですよね。だ日本のスーパーで銃が売ってるってことは基本的にまあイメージできないし、まあ、想像できないんですけど、はい、アメリカだったら全然売っていたりするということです。はい、なので、まあ、過去はですね、まあ過去に関して言うと、まあ、例えばウォルマートで銃を買いました。その銃で、ね、ですね、ウォルマートの駐車場で銃乱射事件が起きて、まあ、死傷者が出るとか、まあ、そういったことっていうのがまあずっとあったんですよね。でなので、まあ、どん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 銃の取り扱いっていうのをですね、まあ、ウォルマートは減らし続けてはきてるんですけれども、まあ、それでも 100% 完全にやめるということはしてないということです。今でもですね、まあ、いわゆるこう量ですよね、まあ、あの獣とか動物を撃つための猟銃とか、あとはまあスポーツですよね。で、使うようなまあライフル銃とか、まあ、そういったのは未だにまあやっぱり扱っているということです。なんで完全禁止できないかっていうのが、まあ米国の非常に難しいところですよね。はい。日本と違って、米国っていうのはものすごくこう、気質っていうか考え方、価値観がまあ二極化してるっていうか、国民がこう、完全に分断してるんですよね。まあ、それはやっぱりアメリカっていう国の成り立ちによるわけですけれども、アメリカっていうのは本当にアメリカの土着の開拓民ですよね。要するにアメリカ東部から西部にかけてどん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 ですね、まあ、開拓していった開拓民の人たちと、あとはまあイギリスとかヨーロッパから移ってきた、まあ、移民の人たちの両方で成り立っているんですよね。でこの両者っていうのは本当に考え方価値観っていうのが、まあ、はっきり言ったら極端に180度、まあ、違うと言っても過言じゃない、まあ、そういう非常に二極化した、まあ民族が一緒の国に住んでるっていう非常にまあ難しい国になってるわけです。はい、そうすると
イギリスとかヨーロッパから移民で移ってきた、アメリカに移ってきた人たちっていうのは、どっちかって言ったらキリスト教的な考え方、価値観っていうのが非常に強い、まあ、博愛的な考え方ですよね、うん、なのでその人たちからすると、もう銃っていうのは絶対禁止した方がいいっていうふうに考えているわけです。どっちかって言ったら民主党支持者の方々ですよね。でそれに対して、まあ、アメリカに土着で住んでいて、しかもアメリカをですね、まあ、最初東部の13州が独立して、その13州が独立した後に西にっていう形でどんどん開拓していった開拓民の人たちっていうのは、とにかく自立とか自由とか自衛とかっていう精神がめちゃくちゃ強いんですよね、うん、だから自立とか 自由もしくは自衛ですよね。自分の身は自分で守る、自分の家族は自分の家族で守るという、そういう意識っていうのがものすごい強いわけです。はい、主に共和党支持者ですよね。でそうした時に、まあ、結局自衛という考え方、価値観が非常に強いので、銃は正当防衛の武器っていう、そういう主張がすごく強いわけですよ。はい、だから相手が銃持ってて自分が銃持ってなかったら、自分の体、自分の生命もしくは家族の生命守れないじゃないかという、そういう考え方、価値観っていうのが非常に強いんですよね。はい、だから銃っていうのがやっぱり全面禁止っていうふうに法律上なってないわけです。はい、なので結局銃っていうのをですね、逆にまあ置いてほしいとかね、買いやすい状態にしてほしいっていう人たち、考え方、価値観っていうのもアメリカは強いので、でまあ創業者のサム・オルトン自身がまあ銃保有者だったっていうこともあって、まあ、ウォルマートはですね、まあ、長年ずっと銃っていうのを取り扱っているということです。ただまあウォルマートで銃を買って、その銃でまあ結局駐車場で、ウォルマートの駐車場で銃乱射事件が起きて死傷者が出るっていうことが、まあ、1回や2回じゃなくて何回もあったんですよね。だからどんどん銃の取り扱い自体は減らしてはきてるんですけど、 100% 完全にやめてはないということです。今でも猟銃とかライフル銃とかっていうのは置いていたりするという、まあ、そういう難しさっていうのがあります。はい、でもう一つは麻薬ですよね。まあ、これはまあ法律上ということになるわけですけど、例えば日本だったらタバコは合法だけれども麻薬は禁止というふうになってたりするわけですよね。でまあ、アメリカの場合は、まあ、州単位で、まあ、例えば法律があったりするわけですけれども、結果的にはですね、まあ、その麻薬が中毒性がどれぐらい強いのか弱いのかみたいな感じで結構微妙な扱いになってるんですよね。だから日本だったら麻薬は全面禁止で、もし何らか麻薬の取り扱いをしてるということであれば、もう問答無用で法律的に違法ということになるわけですけど、まあ、アメリカの場合は麻薬だったとしてもそれすなわち違法というふうにならないっていう場合があったりするわけですよね。まあ、なので、まあ、ウォルマートはですね、まあ、そのいわゆるこうドラッグストア的に医薬品の、まあ、一種みたいな感じで麻薬を売ったりすることもあるんですけれども、ある一つの、まあ、薬品に関してはこれはもう中毒性の高い麻薬であるということで、まあ、麻薬訴訟で、まあ、負けたばっかりということなんですよね。はい、それで、まあ、4630億っていうのをですね、まあ、結局支払いを裁判所から命じられているということです。はい、4630億っていうのはウォルマートの売上規模から見ると大した金額じゃないんですけど、利益率が低いので、まあ、なので当期純利益っていうのは日本円にして 1.5 兆円ぐらいしか上げてないんですよね、ウォルマートって。だから 1.5 兆円の純利益しか上げてない企業が4630億、結局賠償で払えというふうに裁判所から命じられてるので、結構この費用の負担とかっていうのは重いということです。はい、要するに、まあ、これは短期的なことじゃなくて長期的ですよね。だから銃とか麻薬っていうのはここ数年の話じゃなくて、それこそサム・オルトンが創業した以降ずっとまあ抱えている、まあ、そういう非常にまあ難しい法律とか政治に関係するまあ難しい問題っていうのを抱えていて、それが実際ですね、まあ、経費とかっていう、こう数字にも出てくるということです。はい、で正直ですね、まあ、とてもまあ今後の利益成長に確信が持てる状況ではないというのが今回の分析の結果になります。はい、以上ですね、まあ、ウォルマートをまとめていくと、はい、まあ、ウォルマートはですね、まあ、収益売上高で見た場合は世界最大の小売会社ですということで、アマゾンよりも売ってるしですね、まあ、ちょっと分野は違いますけれども、まあ、国策企業のサウジアラムコよりも売上高が高いと、大きいと
ということです。だから世界最大企業ということですね。はい。で、最大ではあるんですけれども、やっぱりスーパー小売という、まあ、その業種業態からして、やっぱり利益率は他業界に比べて低いということですよね。はい。なので、まあ、利益額って言った時でもですね、まあ、直近昨年に関しては日本円にして、まあ、1.5 兆円という数字にとどまっているということです。はい。そして利益額の頂点としては、まあ、約4年前の20年度が一番数字としては大きかった、高かったということですね。はい。そして、まあ、銃とか麻薬とか、まあ、こういう米国特有の難しさっていうのが、まあ、今だけじゃなくて今後に関してもやっぱりリスク要因として残っているということです。はい。なので、まあ、今後の利益成長に確信が持てる状況にはないというのが今回の分析です。はい。であればですね、まあ、ウォールマート、利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけど、はい、35.6 兆円になるということですね。では株式市場の評価であるウォルマートの時価総額はいくらで評価されているかということですが、はい、65.3 兆円で評価されてますということです。はい、すなわちですね、企業価値 35.6 兆円に対して時価総額は 65.3 兆円の評価なので、はい、割高ということですね。価値に比べて時価が高いということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、ウォルマート今後の株価ですね、23,761円が12,950円まで下がるというふうに予想します。はい、もし米ドル表記での、まあ、今後の株価ということであるならば、159ドルが87ドルまで下がるという予想です。はい、ということで今回はウォルマート株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は下がるというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということですね。はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者という、まあ、動画ですね。はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。3点目です。AI 革命 2.0 ということで、広告案件です。これから来る大いに期待されている AI に関連して AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう